最速最短で筋肉をつけるために科学は必要だ。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。本日は実は全く意味がない筋トレ方法第2弾ということで、現役理学上試験アスレチックトレーナーの私論文男が、筋肉 YouTuber の方が蔓延させている間違った古い知識を徹底的に否定して正しい知識へと変換していきたいと思います。まだ第1弾をご覧になっていないっていう方はそちらも合わせて見ていただくと筋トレに関する理解度が圧倒的に上がりますので、概要欄からぜひ見てみてください。それでは行きましょう。実は全く意味がない筋トレ方法一つ目は、筋肉にダメージを与える筋トレです。皆さんも一度は聞いたことがあるかと思いますが、筋肉は筋肉痛になるくらいまでトレーニングをして、その壊れた筋肉が修復する過程で強くなっていくんだっていう超回復の理論です。これは実際に私自身も10年以上前はこれを信じて患者さんにもこう説明していたんですが、実はこれ古くて間違った知識になります。この筋肉痛が正義っていう理論は2010年にブラッド・シェーンフィールド博士が論文で提唱したのをきっかけに世界中に広まった理論なんですが、実はこの理論は実験データを元にしたものではなくて、この博士の仮説から提唱されただけの理論だったんです。日本ではここまでの情報が伝わらないことが問題なんですが、実際に2012年にはアメリカからこの筋肉痛と筋肥大に関連するレビュー論文が発表されていまして、筋肉痛が筋肥大をもたらすという事実は確認されていないことが明らかになっています。レビュー論文というのは過去に行われた研究を検証してそのデータをまとめたという研究デザインのことで、通常の観察研究と比較すると圧倒的に信頼性が高い論文になります。つまり今現在でも指導されている筋肉痛を起こすことによって筋肥大が進むっていう理論は古くて間違った理論だということです。ただまあここまでを聞くと2012年の10年以上前の理論だからもうこれも否定されてるんじゃないのって思う方もいるかもしれませんが、2016年のサンパウロ大学の研究では10人の男性を対象にして筋肉痛の程度によって筋タンパクの合成率は変わるのかを10週間かけて調査をするという貴重な研究が発表されまして、筋肉痛が起きた直後の筋タンパク合成率はどう変化するのか、そして最終的な筋肥大というのはどう変化するのかの結論が導き出されました。当たり前ですが、筋肉の状態を確認する方式は筋生検という最も信頼性が高い検査法ですし、筋トレの種目や頻度は統一されていますので、直接的に筋肉痛が筋肥大に及ぼす影響を分析してくれたという研究です。そして結果としては、筋肉痛が起きた直後というのは筋タンパクの合成率は高まりましたが、実際に10週間を終えた後の筋肥大とは全く関連性がなかったという結論でした。筋肉痛というのは筋繊維がズタボロの状態ですので、これを修復するために筋タンパクの合成率は高まるんですが、実際にはこの筋タンパクの合成というのが筋肉を大きくすることにはつながらずに、修復だけに筋タンパクが使われているということが明らかになっています。さらにはこの実験では筋発揮率もどう変化するのかを分析してくれていまして、筋肉痛が激しければ激しいほど筋発揮率は低下し、だいたい平均すると 20% ほどは筋力が落ちてしまうことが分かっています。研究者曰く、筋肉痛を起こすことが筋肥大につながるっていうのは幻想であり、筋発揮率を低下させることは日々のトレーニングのボリュームを低下させることにつながるので、筋肉痛は筋肥大にとって敵だということを述べています。2016年以降、筋肉痛と筋肥大に関連する研究で信頼性が高いデザインのものは一切ありませんので、今現状で言えば筋肉痛は筋トレの敵だというのが結論になります。適当な YouTuber や何も知らないトレーナーが筋肉痛を起こすまでトレーニングをするのが重要と言い始めたら注意するようにしてください。そしてこれに関連して筋肉痛という側面から見てもあまり重要視してはいけないトレーニングというのがネガティブを意識した筋トレです。前回放送した全く意味がない筋トレ方法第1弾でもお伝えをしたと思いますが、遠心性収縮であるネガティブの動作というのは筋肉痛が発生しやすいんです。確かにネガティブ動作の方が重いウェイトを使いやすいですし、側筋の酸化も多くなるので、筋トレ上級者であればあるほどネガティブに重きを置いている方が多くいらっしゃいます。ただし2017年のニューヨーク市立大学の研究では、ネガティブを意識したトレーニングとポジティブを意識したトレーニングを比べて筋肥大には有意差はないっていうことが明らかになっていますし、2017年のセントラルフロリダ大学の研究では13人の筋トレ初心者を対象にして、ポジティブ動作だけを意識した筋力トレーニングでは筋肉痛が発生した参加者はゼロであり、筋肥大もしっかりと見られていたっていうデータも存在しています。この研究ではポジティブ動作だけを行ってネガティブ動作を一切しないという特殊な方法で行ったんですが、それでも筋肥大は見られたということで、
実際の筋トレには応用しにくいですが、ネガティブを意識せずにポジティブだけでも筋肥大はしっかりと起こることが分かっています。なおかつ筋ボリュームを減らしてしまう筋肉痛が起きた被験者はゼロだったということなので、筋肉痛が発生しやすいネガティブを意識した筋力トレーニングというのは注意が必要です。関節を痛めている方や筋発揮率を高めたいんだっていう方は別ですが、筋肉を大きくしてかっこいい体を作りたいっていう方は、ネガティブを意識するのは意味がないどころかマイナスに働いてしまうかもしれない行動になりますので、筋肉痛が発生しやすいネガティブの動作には注意してください。実は全く意味がない筋トレ方法2つ目は筋トレ前のストレッチです。よくジムのトレーナーがしっかりと入念なストレッチをした後にトレーニングをしてくださいねみたいなアドバイスをするかと思いますが、実はあれは古くて間違った知識なんです。もともと欧州スポーツ医学会やアメリカスポーツ医学会では、運動前の静的ストレッチングは運動のパフォーマンスを低下させるので運動前には行ってはいけないっていう声明を2010年に出しています。その一方で2010年のメタ分析では、ストレッチは怪我を予防するというエビデンスが確立されていまして、どっちつかずの内容であるがゆえに、日本ではまだまだストレッチは正義っていう認識が一般的には強く根付いています。ただし最近数年でこの分野の研究はかなり進んでいまして、2017年のカンビーナ州立大学の研究では20代の男性を対象にして筋トレ時のストレッチの効果っていうのを詳細に調べてくれていまして、研究の方法としては片足だけ合計50秒間の静的ストレッチングを行い、ストレッチ後に筋トレをする足と、もう片足はストレッチなどは何もせずにいきなり筋トレをする足とに分けて10週間の追跡調査を行い、筋力や筋肥大にどのような変化が生まれるのかを分析したというとても面白い研究が発表されました。でも早速結果なんですが、筋力に関しましてはどちらの足も優位差はなく、10週間で同様の上昇が見られたのに対して筋肉量には圧倒的な違いが見られ、いきなり筋トレをした足では12.7% プラマイ 7.2% の筋肥大が見られたのに対して、ストレッチをした足では 7.4% プラマイ 3.7% の筋肥大しか見られなかったということで、筋トレによる筋肥大の効果を圧倒的にストレッチは下げてしまうことが明らかになっています。研究者も筋肥大を目的に筋トレをするのであれば、トレーニング前のストレッチは行うべきではないということを提唱していまして、ストレッチ後の筋トレは間違った筋トレ方法だということが分かっています。また古い研究ですが、2005年のルイジアナ州立大学の研究では、ストレッチングが筋トレ時の運動回数を 24% を減少させてしまうことが明らかになっていまして、以前放送した筋トレの効果を極限まで高める科学的手法という動画でもお伝えをしましたが、筋肥大を最も高めるために必要なのは回数、セット数、重量の合計である筋ボリュームですので、回数を激減させてしまう静的ストレッチングというのは筋肥大にとって最悪だということが様々な研究で明らかになっています。ここまで聞くと、じゃあどうやって怪我を予防しながら筋トレを進めていけばいいんだよっていう意見も出てくるかと思います。この疑問に関しましては、2019年にポツダム大学から怪我の予防とストレッチングに関して大規模なメタ分析が発表されていまして、過去20年間で行われてきた信頼性が高いストレッチングに関連する研究だけを集めて、怪我を予防し筋トレの効果を邪魔しないストレッチの方法は何なのかの結論が導き出されました。そして結論としては、60秒以内のストレッチにウォームアップを追加することによって筋肥大を邪魔せずに完璧な怪我予防ができるという結論でした。ただし先ほどのカンビーノ州立大学の研究でもそうでしたが、分析された研究の中にはちらほらと60秒以内でも筋肥大の低下を招くっていうのも存在しています。なのでこのストレッチに追加してウォームアップを加えることがめちゃくちゃ重要なんです。ウォームアップというのはウォーキングやサイクリングのような全身運動のことを言います。ウォームアップを行うことによって全身の血流が良くなり筋肉の温度が高まります。筋肉の温度が高まった状態でストレッチを行うことによって筋肉の柔軟性が高まり、怪我を予防できることにプラスして筋発揮率の向上、そして筋肥大を邪魔しないということが分かっています。つまりしっかりと筋トレをしてから筋トレをしようねという無知なトレーナーがアドバイスをするのは筋肥大を低下させてしまう最悪の行動であり、筋肥大を狙いつつ怪我の予防をしっかりと行いたいのであれば、ウォームアップ後に筋トレをすることが必要というわけです。私の場合は初めの頃はウォームアップで怪我の予防をしていましたが、慣れてくるとウォームアップに使う時間がもったいないので、まずはトレーニングをする関節をしっかりと全可動域を動かして血流を良くし、筋肉を温めた後に1セット目は負荷量を少し軽くした重量で回数を多くし、2セット目からは筋肥大に最も適した重量で行うようにしています。
指導している生徒さんにも、時間がある方はウォーキングをさしてからストレッチ後に筋トレをさせていますが、慣れてきたら様子を見ながら、私と同じように部位ごとに血流の向上と関節の柔軟性を確保した後に筋トレをしてもらっています。まずはしっかりとエビデンスに基づいた怪我予防をしながら筋トレを継続していき、その後に自分に合った筋トレの方法を模索していくのがいいかと思います。絶対に覚えておいてほしいのは、筋トレ前の単純なストレッチだけはしないようにしてください。それでは最後に本日のまとめです。本日は意味がない筋トレ方法第2弾としまして、筋肉痛を伴う筋力トレーニングと筋トレ前の静的ストレッチングを完璧に否定させていただきました。筋肉痛が起きた後に筋肥大が起きるんだっていう理論は10年以上前の古くて間違った恥ずかしい情報になりますので、できるだけ筋肉痛が起きないように意識して筋力トレーニングに励む必要があるんです。そのためには遠心性収縮であるネガティブを意識しすぎないことが重要です。特に筋トレ初心者の方は、筋肉痛が起こると筋トレをしない期間が増えてしまい、習慣化ができなくなってしまいますので、ネガティブには意識を置かない筋トレを実践してみてください。そして筋トレ前の静的ストレッチングも、意味がないどころか筋肥大を妨げてしまう最悪の行動になるんです。筋トレ前にはしっかりとストレッチをして、筋繊維に刺激を与えた後にトレーニングをすると筋肥大が起こりやすいみたいなことを言っている筋肉 YouTuber がいますが、科学的には全く逆のことを言っている妄想ですので、本当に筋力トレーニングと怪我予防を最大限にしたのであれば、ウォームアップ後にストレッチをしてみてください。筋肉の温度が上がった後のストレッチングは筋肥大の効果を邪魔せずに圧倒的な怪我予防効果がありますので、ぜひ実践してみてください。絶対にやってはいけないのは、筋肉痛が正義という野生的な筋力トレーニングと筋トレ前の単純なストレッチですので、これだけは覚えておいてください。本日は科学的に全く意味がない筋トレ方法パート2でした。ご視聴ありがとうございました。